どうも、こんばんは、和道です。今日は2018年11月の22日、20時32分です。よろしくお願いします。はい、ワドツ。あ、こんばんは。解放明日よろしくね。楽しもうね、明日。よろしく。えい。はい、こんばんちは。はい、こんばんにゃ。あれ、たむたむ俺に27でいいんだよね、行くの。静岡リアトツの静岡26か。27じゃない、6でしょ。いや、早めに来た方がいいと思うよ。なんだろう。あ、まあまあまあ、自分の時間でいいけど、前乗りはした方がいいと思うよ。見逃したとか寒いからね。まあ、全然全然。お客さんだから自分の好きな時間で。あれ？いつだっけ？笑い男来る？26だよね、たぶんたぶんね、来なよ、笑い男。飯食おうよ、一緒に。結構バンドメンツ熱いぜ、チケットまだあるから買ってよ。俺への支援にもなるし。チケット全然売れなかったな。チケット5800円、一番安いので。で、ワンオールナイトで、13時会場、夜の22時までイベント出入り自由、リストバンドがあれば。だから、まあ、俺がおすすめしてんのは、まあ、なんだろう、キレッキレの加藤さん、少年ナイフ軟式グローブとか、その辺じゃん。あとは、まあ、俺らの、配信者男子の部、配信者女子の部あと、まあ、配信者はのりゆきさんが MC で、配信者が出るのは、のりゆきさん、和道、ひかるくん、 TJ、 便所太郎、直樹兄さん、ワン太郎、腹筋やすし、あと桃七、ワンワンとか。だから配信者もリアトツ一気にできるし、バンドも見れるし、結構豪華だと思うよ。俺は来た方がいいと思うけどね。がっつり絡めるし、その時映画の話とかもできるじゃん。興味ないバンドとかだったら、俺もうパッて20分出たら終わりだから、そしたら解放と俺と喋ってりゃいいじゃん。来いよ。もう長い付き合いなんだから、ごっぱちを払う価値あると思うよ、ごっぱちは。来て、お願い、来て。あー、首で。
いや、昨日結局楽しかったな、動画制作。昨日めっちゃ楽しかった、動画作るの。よかったよ。動画やっぱ面白いな。首に来た？あのツイート？首？首に来た？あのツイート。首？首に来たのか。首痛くなったってこと？ああ、いや、だから、こう、何が降臨したって、俺は、なんかこう、なんか物を作ってる時とか、ガキの頃とか、ファーってこう、妄想の世界に入ることがあったんだけど、そういう、なんつうんだろう、物を作ってる感覚が、あ、わかったっていう。要は、綺麗な写真を撮ろうとしてたの。綺麗な映像を撮ろうとしてたの。違うってなって。汚くてもいいんだって。二つ成功したシーンがあって。あの動画の中に二つの、カットか、2つのカットに成功してて分かったんだよね、自分の写真の撮り方が。要は構図は狂ってていいんだと思って。要は何て言うんだろうな、そうそう、被写体を俺の目線で無理やり切り取らないとダメなんだっていうことに気づいて。要は綺麗に写真を撮る人は腐るほどいるんだよ。でも俺にしか撮れないものがあるっていうことに気づいたんだよね。で、それがダサいんじゃなくて結構いいなって思うカットだったから、だからまあピンときたって感じかな、俺は。昨日その動画制作とか映画作っていく上で、あ、こういう風にやってこうっていうのが一個見えたんだよね、一個悩んでたところが。で、ダメなカットももちろんあるんだけど、そのダメなものといいものが分かるようになってきたっていうの、自分の中で。自分のやりたいことが見えてきたって感じだね。お、わかったね。しかもね、あれってね、斜め下からのアングルって、俺人に踏まれそうになりながら座り込んで撮ってたんだよ。そうそうそう、下からのアングル、そうそうそう、あの2つのカットね、新宿の目の部分と後ろが蛍光灯になってる2つのカットは結構無理やり撮ってて。でもあれって多分普通のカメラマン、あの構図でやらないんだよ。普通に綺麗に三脚立ててやるんだけど、その端っこの方でさ、人にぶつかりそうになるギリギリのところをついてやったから。だからなんつうんだろう、プロも撮らない、写真やってる人も綺麗に撮りたいだろうから、あの構図にならないっていう。特にその新宿の目の方は、あのカットはね、すごい俺の中で、あ、これだなっていう感覚があったんだよね。斜めに、要は三脚立てれなくて、床に置いて無理やり撮ったんだけど、あれはまあ良かったかな。そうそうそう、新宿の地下道で、有名なね、モニュメントの、新宿の目の。あれはすごい良かったんじゃないかな。自分の中でも結構いい出来だったなと思うけど。まあまあまあね、アートの世界は何が良くて何が悪いとかないから。フェス自体は会場が13時で、13時半スタートで、終演予定が夜の10時だから、で、一回チケット持ってる人はリストバンドが渡されて、リストバンド持ってる人は出入り自由って書いてある。で、俺の出番は15時半だから、でも前後するじゃん、おっしゃり前で。あと配信者女子の部が2時からあるから、だから開放に早めに来た方がいいよって言ったの。配信者女子の部で挨拶できるじゃん、桃七とかの大手とかワンワンとかに。そしたら俺がつなぐから、だからせっかく高い金払うんだから、そういう見どころはチェックしといた方がいいよっていうことね。せっかくね、男官塾とかで名売り始めてるわけだから、つながり作った方がいいでしょう、配信者の。もしかしたらコラボとかになるかもしんないし。フェスはだからね、1時半から10時までだから、別に好きな時間で帰ってもいいし、俺は3時で、俺は3時。
来なよ笑い男。あのツイッターにねタイムスケジュール載せてるから、うん、もちろんつなぐよ。ただあの、待ってるだけじゃダメだよ。あの解放があの人とつながりたい、挨拶させてって言わないとつなげらんないから、うん、俺が知り合いだったらつ今までつないできただろうがよ。今までもちろんやるよ、全部つないできただろうがよ。まあ、だから配信者まとめて10人ぐらい会えるし、うん、バンドも熱いし、まあ5,000円、5,800円悪くないと思うよ。うん、そう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 、やっぱ解放はタレントとしての活動もあるわけだからさ、なんだろう、お客様だけじゃなくてやっぱそういうお金払っても仕事につなげていくっていうのは大事だよ。仕事っていうか、まあ配信活動につなげていくっていうか、うん、みんな期待してるわけだしね、解放にね。いつもの画像に戻すか。移動費がないか、付け代あるけど交通費いくら往復新宿まで。あ、でもワンドリンクかかるよ。交通費ちょっと高いんだよね、やっぱ大型のイベントだからちょい高いんだよね。確かに交通費ねえか。交通費往復どれくらいかかるんだろう。新宿まで遠いのかな。はい、こんばんは、みすけ。こんばんは。交通費ねえか。そこだよな。こんばんは、みーすけ。よいしょ。いや、寒いね、最近ね。すごい寒い。まあ、まあまあ、飯でも食いましょう、しっぽり、みんなで。懇親会、最近リスナーさんと絡んでなかったからな、会ってなかったから、うん、楽しみだよね。しっぽしっぽり。まあ飯でもどっか行こうよ、終わったら。飯食いながらアンチリスナーの悪口言おうぜどうよ。
悪口よ、リアル悪口よ。ねえ、楽しいよ。まあ俺はもう明日一日もうイベントに多分どっぷりだろうから、バタバタしてると思うけど、まあ時間は必ずできるから、演者が多いから。それでやっていきましょう。今日木曜日？今日木曜か。やば、2週間連続赤字だよ。ひどいな、本当に。やってけんのかな俺。1000円とかばっかりだ。1000円2000円とか引くわ本当に。今日も写真撮り行こう。なんか光くんから電話かかってきた、珍しく。なんか殺されるって言ってた。おじさん今殺されそうなんすよって言って、えとか思って、光くん殺されんの。なんかリスナー、変なリスナーに粘着されてんだって。で歌舞伎町で鬼ごっこやってるって言って、おじさんも来てくださいよっつって。いや殺されたくないよ。朝まで飲んでるんだろうな、そのまま出演だろうな多分。ひかるくん元気だったよ。大丈夫大丈夫。なんかミュウツーとトムイケドツイキャスやってたね。まあ明日俺も久々会うね、ヒカルくんに。まあ多分ヒカルくんとも飲むんだろうけど、まあ、もうすでに飲んでたよ、うん、明日写真いっぱい撮ろう。あ、全然いいよ全然いいよ。いや、解放がいいって言うならね。解放は断んねえだろ。解放のリスナーでもあるし、それで嫌だっつったらね、配信者じゃないよね。もう一緒においで。行こう。じゃあね、明日来てくれたリスナーさんには俺のプロマイドプレゼントしてあげる。明日リアトツに来たリスナーさんは俺のプロマイドをプレゼントするわ。いらねえ。俺のプロマイドプレゼントします。やったね。写真、和道プロマイド売ろう。延長します。よいしょ。あれ、もうやってないか。無印良品って新宿の何時までやってんだろう。
新宿、無印、どういうこと？新宿に来んの明日？どういうこと？何勝負って、俺がお前と勝負する、お前俺と勝負するぐらいの配信者になったつもりなの？お前と争ったこと俺一回もないけど、ちょっといいかな、うん、29日に僕にかわいいやつなんだこいつ。29日に東京に行って憧れの和道さんとコラボしたいっていうことを言ってるの、遠回しにね。それとも何、あの俺にリア突したいってことでしょ、ファンとして。卵味噌勝負するってなんて勝負するって言われてもな。勝負するってね、頑張って、頑張って応援してるよしたいの、いや、あのしたいのかしたくないのか、じゃあ教えて。卵味噌が俺とコラボしたいのかしたくないのか俺はそんなに興味ない、あ、いける？来る？来る？相方から、ああよかったじゃん、あーいいパートナーだね、行く？来る？まあたまには息抜きでもしてこいってことなのかな。 OK 分かった。ドリンク代も多分500円だかなんだかかかるから、ちょっと多めに持ってこないとギリギリ、ドリンク代もかかるよ多分、ライブハウスだから。まあ当たり前だけど大丈夫。あ、じゃあ解放と一緒に来な。どうしよう、どうしようかな。チケット入り口でいいの？入り口で、あの笑い男で撮っとく？笑い男で撮っとく？じゃあ入場入り口のところで、和戸監督のあの客で、あの笑い男ですって言ったら入れるようにしておくから、じゃあそれで来て、あのチケット取り置きっていう形でいい？取り置き、それでいっか。じゃあ一緒に来て、おいで、みんなでね、飯でも食おう。いや笑い男でいいでしょ、笑い男だねって言われても、あなたの名前だからそれあなたの名前だからさ、笑い男でいいね。あの和戸監督のあの笑い男ですって言ってくれたら入れる。いや笑い男だねってあなたが自分でつけた自分の名前でしょうか。はいはい了解。OK。いや嬉しいよ。なんだかんだ会うの初めてだからな。あれしょ、解放とはもう会ったことあんだろ。俺は初めてだからね。あの倒れないように気をつけてね。お前が思ってる100倍ぐらいイケメンだから。もうみんな倒れるから、初めて会う女の子は倒れないようにだけ気をつけて、本当に責任持てないから。いやこれ本当だから、俺に会った女の子フフフっつってそれやめろよ、それやめろ、お前ふざけんなよお前、裏切り者、そうそう、卵味噌から来るとかもうないわ、もうないわ、本当に終わったわ。ああ囲うのやめたんだ、ソソは俺のこと囲ってくれないんだ根に持つぞそういうこと言うと、それ言っちゃダメ、言っちゃダメ、傷つく、俺のソソを頼むな、卵味噌、俺の祖祖、祖祖と過ごした夜忘れないから
祖祖と過ごした一晩忘れないから俺。卵味噌と勝負しろ。リアトツマチぬるいから、卵味噌もしコラボやるんだったら山手線一周勝負にしない？それだったらなんかぬるいよ、ちょっとお前根性叩き直した方がいいから体張れよ。体、山手線一周勝負だったらやってあげるよ。リアトツしながらお前から動けよ、新人なんだから。俺だってやってんだから、みんなやってんだから、なんでお前が待つんだよ。リスナーが会いに来んだよ。東京ぐるぐる回れよ、うん、え？卵味噌とコラボ、名古屋から帰った後卵味噌とのコラボ、あ、クソつまんなかったよね。わざわざね、家に来て座ってるだけだったからね。卵味噌、俺と一緒に卵味噌がつまんなかったってこと。卵味噌さ、だから東京来るんだろ。だ、うん。あれはちょっと料理しようがないよね。まあいいんだけど、卵味噌、お前がどっかでポケット座って待ってるだけとかぬるいから、お前が会いに行けよ、リスナーさんに歩いて足使って。だから俺と一緒に東京ぐるっと回ろうよ。そしたら20時間ぐらいかかるから、20時間リスナーさんに会いに行ったら、絶対その、何、近くに行ったら会いに来てくれるリスナーさんいるから。東京だったら、新宿だったら私行きますとか、池袋だったら私行きますって絶対いるから、それでいいじゃん。秋葉とか絶対もう10人ぐらい来てくれるから、待ってるだけじゃなくて、それだったら協力するよ。休憩なかったら足ぶっ壊れる。だからそれはそれで俺とお前の勝負にしようよ。どう？それどう？卵味噌はどうってちゃんと企画打ってあげる。宣伝もするし、ちゃんとコラボ扱いで、ちゃんと告知も打って、お互い、俺が画像作るから、卵味噌と俺の。ただ一個だけ言うけど、お前弾丸塾の件もバックれてるし、前科あるから、俺もしそれやるってお前が言ってバックれたら、俺二度とお前と絡まないよ。二度と絡まないよ、マジで。ブロックするよ、本当に。お前がもしバックれたら、なんか金がねえとか、チケットが、飛行機が遅れたとか、やる気がなくなったとかは、もう本当に干すかんね、お前。ただお前がその体張ってリスナーさんのために会いに行くっていうんだったら、東京の全力で協力するし、絶対また再チャンスが来ると思うよ。あ、こいつ根性あるじゃんとか、リスナー大事にするじゃん、花火師も戻ってくると思うよ。それお前がそれやるんだったら絶対やる？じゃあ12月の頭の一発目の企画に俺入れるよ、頭の中に。だから絶対諦めないことだよ。お前デブだからめちゃめちゃ辛いよ。で、2人で絶対やり遂げるんだよ。絶対。やる？お前が本気でやるんだったら俺はやる。あ、じゃあやろう。OK。わかった。わかった。じゃあ12月の1日絶対開けとけよ。本当にバックれたりしたら、俺許さねえから。じゃあ卵味噌の卵味噌のさ、なんだろう、あれ送っといて、宣材写真、アーシャ送っといて俺に LINE で。フォトショップで俺と写真作るから、写真のなんだ、宣材の、宣伝用の。いやだからほら、石川のりゆきさんだからこういうやつだよ。なんつうの、ほら、配信者が定番に、そうそう、早いよ。それは12月1日で笑い取れたじゃん。早いよ。美味しいところ取ろうとしたらダメだよ、コメントで。振りでしょ、せっかち。まあいいや。卵味噌、あれでいいよ。学生時代の写真みたいなのあんじゃん、イケメンのやつ。あれ送ってきて、あれの写真を、データを LINE に送って俺に、うん、綺麗なやつね、でかいやつ。要はお前が推してるタレントとしての写真をアーシャっていうの。みんなあるじゃん、プロフィール写真のことだよ、プロフィール写真。
プロフィール写真俺に送っといて、後でフォトショップで加工してやるから。さあ久々やるか山の手。っていうか解放もやるか、3人でやるか。はい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 、よろしく。じゃあもう配信者の鉄板芸、山の手、山の手もう大手への登竜門だから。いやあのね、5人ぐらいでやったら絶対面白いから、5人ぐらい。ただルールはあの他の配信者と違うところぬるくて、絶対2日3日かけてやるの。うあのノンストップだからね、マジで辛いからね、ノンストップだから、ノンストップマジで地獄だよ俺ルール、俺の山の線は。最後バイオハザードみたいになるから、だから絶対面白い、達成感半端じゃないから。でバッテリー持ってる？配信20時間ぐらいできるバッテリー持ってきてね。バッテリーだけ用意しといて、バッテリー20時間ぐらい配信できる環境を作っておいて、20時間ぐらい配信できる環境。よっしゃやろうやろう、そういうのは頑張るんだったらやるよ、やろうか。やってやろうか。じゃあ12月1日でいいの決定。 ありがとう文化祭ありがとうございます。誰だろう、文化祭ありがとう、ありがとうございます。よっしゃじゃあやろう。やりたい人ね2人ぐらい募集して、初心に帰ろうぜ、初心に。ありがとうございます。初文化祭だね、初文化祭やろう。卵味噌の花火師全部奪ってやろうあの上位互換だっていうのをちゃんと向こうのリスナーに見せつけよう。全部花火師奪ってやろうバカ野郎、山手線一周歩くんだよ、なんで電車に乗ろうとすんだよお前は。すぐバカ野郎、バカ野郎、電車なんか乗せねえよ。山手線をお前が、お前さ、お前さバカだろ、歩くんだよ山手線を、お前がぐるぐる歩くんだよ。で会いに来てくださいって泣き叫びながら歩き回るんだよ、うん、差し入れのみだからね、うちのルールは差し入れのみだから。唯一俺から支給すんのペットボトルの水1本だから。マジかよって俺2回もやってるからね、山手線と高尾山から新宿まで歩いてんだぞ、当たり前だろお前。電車で会いに行くやつなんか聞いたことねえよ、バカだろお前、だからデブなんだよ、バカすぎるわ本当に。ほんでお前バカだろこいつ、底抜けのバカだろ、どんだけ楽しようと思ってんの、なんで電車で会いに行くんだ。ステッカーとかあんの卵味噌だ、地獄だよ本当に。俺言っとくけど体張るからね、やるときやるから。あじゃあステッカーどっちが売れる勝負にしない、リア凸の数とポイントと。俺がルール決めていい、要は山手線を2人で歩いていって、ステッカーの枚数ポイントと、ステッカーの枚数ポイントリア凸、ああまあだからステッカーの数リア凸だけでポイント決めようよ。ステッカー売れたら5ポイント1枚につき、で時間触ってる、いいね。要はリア凸したら1ポイント、3ポイントとかね、そういうルールにしよう。ステッカーが売れたら
何ポイントで、山手線がダメだったらリタイアした方は罰ゲーム。それでよくない？レンズにほこりついてる。ああ、シコシコで気づいたんだ。さすがだね。今手入れしてる。さすがカメラマンだね。そういうさ、ルールでやろうよ。アイテム売れたら5ポイント。リアトツ来てくれたら。だからリアトツ来てステッカー2枚買ってくれたら13ポイントとかさ。リタイアしたら罰ゲームで、罰ゲームはお前が決めていいよ。罰ゲームはお前が決めていい。リタイアしたらもう完全な罰ゲームで、勝った方が飯をおごる、勝った方じゃなくて負けた方が飯をおごるとかでいいんじゃん。最後の打ち上げの時に飯おごるみたいな、それでよくない？新宿ゴールにして新宿で飲み会やんので、そこで、でそれだけじゃぬるいから、そこで最後新宿でリア凸に来た人の分もあのおごり、それどう？最後のゴールで待ってるわけよ、リスナーさんが何人か。でそれで負けたら5人リスナーさんが待ってたら5人分と俺の分も含めて全部おごりで1件だ、2万3万飛ぶよ。どう？それでやらない？それ絶対盛り上がると思うよ。そしたらさ、リアと最後のあのゴールシーンで待ってるんだよ、リスナーが5、6人で、その人たちはただ酒飲めるの。それ良くない？そう、お礼に怒られるか卵味噌に怒られるか。うん、お風呂かな。それ面白いじゃん。だからそういう体の張り方やんないからぬるいんだって。だからヒカルくんなんか毎日200円しかないっつって海外、日本全国飛び回ってんじゃん。ほんとそんな感じだよ。あのね、ぬるいんだよ、ふわっち出身は。ヒカルくんとかマジで200円とか、ほんとに200円しかないのに配信つけて、誰か頼むよってほんとにやってるんだよ。あれネタじゃないからね。それで、リスナーさんがしょうがねえなっつってアイテムやって飛行機で帰ったりすんの。だから甘いんだよ。いやマジだよ、マジだよ。ヒカルくんとか俺らなんかみんなそんな感じでやってきたんだもん。俺だって何回もあるよ。ニコ生の時に売名、要は今の卵味噌みたいな1年目の時にカネマンってやつにリアトした時なんか、店の営業止めて、板ババありがとね、板ババありがとね、ありがとうありがとう、嬉しいよ、ありがとう、うん、ありがとう。そうだよ、みんなお金がない中でギリギリのところでやってた。俺なんかバーの営業止めてポケットに1000円しかなかったけど、金マンに会いに行って結局あれだからね、会えなかったからね。やろうやろう。でだから感動が起こんじゃん。だからかわいそうだから飛行機代ぐらい出してやろうよってリスナーさんがなるのよ。それでいやわね、たまごみさんあんだけ頑張ったんだから偉いよっつってリスナーさんとは気づいながらできんだよ。いやもうほんと土底辺っすよ。だから最近のねふわっちのね配信者はねぬるいよ。挨拶だけ、うん、ありがとね、板ババ、板ババありがとね。ぬるいよ本当に。でもだからなめられるのよ。いくら稼いでても配信者の格みたいなのってあるじゃん。なんか俺稼いでますよみたいな若い子が、要は中堅とか大手になめられて、結局ねそこなんだよね。いやお前修羅場くぐってねえじゃんみたいな。俺らニコ生とかツイキャスで儲かってねえ時からやってっからみたいな。1日は打ち合わせ1回入りたいから、ちょっとそれ計算しような、企画、要はゴールの時間計算するから。で夜、夜に集まるでしょ。ちょっと待って今計算しようか。夜の8時に要は新宿ゴールぐらいの目安にするから、夜の8時でしょ。夜の8時ってことは
まあね、朝の10時スタートがベストだと思う。朝の10時スタート、うん、朝の10時にスタートして、で、できればなんだけど土曜日がベストなんだよな。1日いつだ、1日は土曜日じゃん、来てるね。ああ、これリアトツ集まるよ、リアトツ集まるよ、新宿。じゃあ新宿スタート、新宿ゴールで朝10時スタートにしようか。朝10時スタート、うん、で、やろう。で、ステッカー持ってくるのと、お釣りね、お釣り、お釣り持ってくるのと、そうだね、9時に俺の家に、できれば8時でもいいよ、8時でもいい、準備があると思うから。いいね、ワクワクしてきたね、久々のコラボだし、頑張ろう頑張ろう。俺もう二度とやりたくないと思ったけど、山手線はね、2人で回った方が絶対面白い。1人で回ってもね、展開がないから、やろう。やろうね、約束だよ。オフパコ抜けは配信会ではみんなあうんの呼吸だよね。配信会で、そういう空気の読み合いはやっぱ配信会で生き残れるかどうかだから、やっぱ先輩がリスナーさんとイチャイチャし始めたら空気を読むっていう。わかる。そう、どれの深夜食堂がたまちゃんとひかるくんがいい感じになった時抜けたように、やっぱそこはね、やっぱりね、先輩後輩であうんの呼吸があるんだよね。それはだから、オフパコ抜けは、まあ、間違いなくありだね。うん、なんだ、お前解放とオフパコするつもりだろ、お前解放狙ってんだろ。お前解放に手つけんなよ、俺の可愛い解放に。許さねえか。そう、男の、そう、そういうオフパコの時だけは喧嘩したらダメ。オフパコの時は喧嘩はない。そう、譲り合いの精神だから、譲り合いの精神、わかる。それ大事。まあじゃあ土曜日だし、もう全然もういい感じだよ、いい感じ。大事大事、すごく大事、すごく大事。え、何、帰りの飛行機とか撮ってないの？帰りの飛行機とか撮ってないの？帰りの飛行機とかどうなの？行きのチケットだけにしときな。それも慣れだから、勉強だから。帰り決まってると、要は12月の3日ってこと？12月の3日ってこと？あ、じゃあ余裕持ってんなら大丈夫だね。うん。うん。いや、楽しいよ。うん、楽しいよ。絶対楽しいよ。OK、OK。一泊ぐらいだったら俺のところいいよ。ありがとう！板バば気使わないでよ。この前さ、アイテムもう今月無理だよって言ってたじゃん。板バばいいよ。いや、板ババアがね、昨日ね、三脚とか PC バッグとかが入るバッグプレゼントしてくれるって言って、なんか板ババアは配信者なんだけど、すごい古くからやってて、で、面白いんだよ、板ババア。頭もいいし、
で、リスナーさんに還元プレゼントとかを一番最初にやってた配信者の、いや、リスナーさん還元プレゼントって言って、で、パソコンのバッグとカメラバッグが誰もいらないって言ってたらしくて、なんかで、ワド君もしよかったら使うって昨日ね、わざわざ来てくれてね、あ、じゃあぜひいただきますって言ってパソコンバッグくれんのよ。板ババアありがとね。もしよかったらみんな板ババアのところも見に行って、あのすごくいい人だから、板ババア頭いいんだよ。板ババア、そうなんだよ、面白いんだよ。いや、ギャグも尖ってるんだよ。いや、板ババアね、面白いよ、本当にいい人だよ。もしよかったら見に行って、板ババアみんな。あのちょっとね、俺も絡みが薄いけど、板ババアとも一回会ってみたいし、うん、まあフォローするかどうかはね、見た後でいいと思うけど、一回見に行ってよ。やっぱ宣伝大事だから、仲間だからさ、まあ、俺にとってはさ、板ババアはふわっちの先輩だから、うん、ちなみにドレさんのアンチだから、うん、もういなくなっちゃったんじゃないの、板ババア。どうなんだろう、いるかな、まだ。板ババアありがとね、いつも。見て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 、ドレさんのアンチだから、ちなみにドレアンチだから。もともとドレさんのことガチガチに囲ってて、なんだっけな、マックかなんかドレさんにプレゼントしたんだよ。そしたらドレさんがなんかめちゃめちゃディスり始めて、まあいつもの流れだよね、あのお世話になってる人をめちゃめちゃディスって敵に回して、板ババア激アンチかっていう流れ。でもさ、よくさ、あんな世話になったりさ、そういういい人をさ、ディスれるよね、ドレさんもね。イタジジイだよ、イタジジイ、ドレは。いや、面白くなりそうだな。まあ、12月1日、多分予定ないんだよね。うん。してねえわ。じゃあ、あの、なんだっけ、これ。なんて言うんだっけ、これ。あるんだよ、そう、シコシコする。うん。多いよね。あの、ちなみさんもそうだったじゃん。あの、ババアを貢がせて、ババアって言うから、あのね、俺、さすがにね、あの、なんだろう、俺もババアって言うけど、その、言い方をすごく気をつけてんの。なんかその、ちょっとワドちゃんババアはないでしょっていうニュアンスを含めて、可愛くババアって言わないといけないんだけど、ドレさんの言い方のババアって本気でキレてるババアだからね。てめえババアこの野郎とか言ってさ、いや怖いでしょ、あんな筋肉もりもりのさあんなジジイにババアって言われたら、てめえも大概だろうって言われちゃうよね。てめえも大概ジジイだろうって言われちゃうよ。いや、それが面白いんだけど。だから俺、ババアアンチ化しないもんね、ほとんどね。そう。ババア離れていくことはあるかもしんないけど、結局帰ってくるからね、うちのババアたちは。そう。ババア大事にしないとダメだよ。なんでか教えてあげようか？2020年になると、日本人口のね、半分の女性が50代以上になるんだよ。すごいでしょ？2020年、日本にいる日本人の女性全員がね、50代以上ですよ。まあ、のりこは2年後だから、そうだよ、のりこがちょうどその世代だよ。全員もう日本の半分はババアになる、うん、日本の半分の女性は全員ババアになるからね。若い女性が、だから北斗の拳みたいになるんだよ。そうだよ。だからババア好きの俺としてはもう天国が始まるわけだから、もう日本中のババアメロメロにしてやろうと思ってるからね、うん、ババアを愛する国にならないとダメだよ、ババアを。それは熟女ブームね、仕掛けるわな、先にね、先取りするわな。Wi-Fi どこやったっけな、昨日 Wi-Fi、 あー、わかった、Wi-Fi も充電しよう。今日もね、また写真撮り行く。あ、どうだった？昨日撮ったタイムラプス、みんなどうだった？よかった？昨日タイムラプス撮ってきたんだけど、作品ね、Twitter にね、アップロードしてるけど、どう？延長します。延長します。どうだった？
なんかやっぱりさ、あのカット数が増えてくると、あ、バカ5個ありがとう、そうそうありがとう、あれでしょ、なんかミュージックビ、あの音楽つけて、あのカット数が増えてくるとだんだんそれっぽくなってくるでしょ。今までは素材のワンカットワンカットだったからさ、だからいろんなものをつけたら物語が出てくると思うんだよね。その通勤ラッシュとか、まあ今物語になってないんだけど、風景だけなんだけど、これがね、いろんな素材取ってくと人が、うん、よかったでしょ。あの多分ね、写真がバックの方と足元を撮ってる2つのカットが完璧だと思ってんだよね。だから何カットかやっぱ捨てカットがあって、3カットぐらい捨てる、あの徐々に作り変えてくんだけど、あの新宿の目の部分の足のカットと、あの背景が逆光になってるカットは、オープニングのカットすげえ良かったと思うんだよね、うん、あれはね、なんか俺っぽいなって思ったんだよね。自分らしいっていうか、まあ、自画自賛で申し訳ないけど、結構気に入ってるかな。もしよかったらね、ツイッターのトップに載せてるんで見てください、僕の作品。なんかちょっと映画のエンディングっていうか、中盤らへんにこういうの差し込んだら雰囲気出るよね。哀愁漂うシーンで、映画の中盤にさ、なんかこう流れていて、後半とかエンディングに差し掛かるところでこういうシーン差し込むと、うん、うん、ババアの話引きずってるな、うん、ババアの話引きずってるな、ババア好きなんだろうな多分な、うん、いや大事大事、うん、そうか、卵味噌東京来るか、つながり大事だよね、狭い世界だから。まあ明日もイベントだし頑張んないとな。忙しい忙しいよ。でも忙しいっていうのはありがたいことだからな、本来はな。うん、ババアに録音されたって何何ババアに録音って何、うん、ババアに録音された、静岡リアとつも、静岡、あちょうどいいか、静岡26に行って、あちょうどいいね、今月のスケジュール。結構タイトだったな、今月。今月は統合フェスでしょ、うん、統合フェスでしょ、撮影、弾丸塾撮影でしょ、江ノ島行って、でまあちょっとプライベートで撮影 2,3 個行ってるから、相当結構今月はタイトに動いたな。ねえねえ、静岡さ、なんか廃墟とかある？たむたむ、静岡夜景綺麗なところとか廃墟とかなんかある？あの駅前で、静岡に廃墟とかないのかな。なんかそういうところがあったら、そういう写真も撮りたいんだよね。車ないと無理か。静岡で誰か車出してくれる人いないかな。うーん、静岡絶対あるよね。なんか静岡のなんか、うん、伊豆なんだ。伊豆か。帰り伊豆寄ろうかな俺。静岡って夜行バスあんのかな。新宿から静岡、夜行バスいくらぐらいだ。あ、安っ、1600円で行けるんだ。安っ、え、こんな安いの。
あのさ、御殿場プレミアムアウトレットでいいのかな？え、安くない？あ、俺あれだわ、夜行バスで行くわ。うん、オッケーオッケー。おい、ふざけ人、こんばんは。あ、安いんだね、夜行バスで行こう。安いね、こんな安いんだ、夜行バスで行くわ。あ、そう。え、夜行バスって最初に予約をするのだっけ？俺も旅配信やってねえから忘れちゃったよ。おう、辛いよ辛いよ。だけどね、まあいいじゃん、ほら名古屋行った時は新幹線乗ったから。だってさ、じゃあね、わかんない、御殿場アウトレットって書いてある、あのバスの停留所が、新宿駅から、例えばね、駅から、あのね、配信者ってほんと、いや配信者ね、要はみんなさ、マンスリーランキングとかで見てるけど、交通費とか全部自分持ちなのよ。で、新幹線乗ったら6350円だよ、片道。往復12000円と3000円って、あのね、もう本当にね、あの配信者が金持ってると思ってる人多すぎるんだよ。交通費も半端じゃなくかかるし、あのなんだかんだそのグッズとか作るのにも金かかるし、もちろん回収はあるよ。だけどね、結構ギリギリだからね、本当に結構ギリ。延長代だって3万かかるし、だからね、本当にあれだよ、数字上マンスリーランキング35万とか38万とかなってるけど、俺の今の手取り20万いかないよ、本当にごめんね、なんか八つ当たりさせて、そういう気分なの。うん、貯金はしてるよ、ほら33だよねえ。そういう風になれたらいいね、たけしさんみたいにね。着々と溜まってるよ。この前ね、あの枚数やったら3万円だったけど、多分今何万円、多分ね、4万円はいってると思う。500円貯金、多分4万はいってると思うね。貯金はしてますよ、僕の全財産4万円ですよ。4万円悲しい33歳だよね。いや、してますしてます、何かあった時のためにね。うんうん、いや大変だよ本当に。まあ自営業やってる人は結構そこ組んでくれるよね、やっぱ。ほらサラリーマンの人とかって経費で全部落ちるから、サラリーマンの人はね、分かんないんだよこの感覚。あの、自分でビジネスやってる人は本当分かってくれる、リスナーさんでも。いや、なんだかんだお金が右から左に流れるだけだよねって。マイナスの人多いよ、多い多い。だから俺なんかプラスになってるだけ、食えてるだけ、本当ありがたいんだって。奇跡なんだよ本当。まあその分さ、だからそのなんだろう、他の動き、やっぱりそのコラボ増やしたりとかさ、そういうことができるから頑張んないとね。それがあるから断肝塾もできてる部分あると思うよ。普通にその配信で食えなかったらね、いやバイトで無理なんす、その日撮影行けないですとか絶対あるから。だからそこはね、やっぱり、うん、そこはやっぱりね、ね、あるんだよね、カリスマ性ね、あるんですよ。そうなんですよ、俺もそう思いますねそうなんですよね、カリスマ性あるんですよね否定しないんだって。そこは乗っかっていかないとね、やっぱね。カリスマ性の塊なんだよ。そうなんだよ。タバコとかやったっけ。いやいや、今はチャンスだと思うよ。だってね、俺より稼いでる人が150人以上いるわけだから。あの、ぶっちゃけた話、キャリアなんか関係ないでしょ。ねえ、ちょっと可愛かったりね、ちょっとね、あの
あ、やらせてくれそうだなって思う女の子だったらすぐねアイテムもらえるからね。あ、こいつすぐ抱けるなっていう抱ける感あ、すぐやらせてくれそうだな感。パソコンはね今ね、昨日花火もらって今日、さっきアイテムもらったから39万7000円かな今。39万7000円。ただ明日イベントだからちょっと統合フェスの告知今日はちょっとテロップは出せないね、うん、今ね39万7000円。だからまああと5ヶ月このペースで頑張ったらいけるけど、わかんないよ。なんかアルファ7の時も半年かかると思ってたけど、最後爆投げしてくれるなんかすげえリスナーさんが現れてすごかったよね。大花火100発とかだったもん。すごかったね本当に。だからもう本当にわかんない、配信はいつダメになるかいつ良くなるか本当にわかんないから、まあ貯めてますよいただいたお金を、うん、このさっきのジャラジャラ4万円とは別にね、別に分けてる。あとバイトした金も分けてる、バイトでもらった金は、うん、ありがとうございます。ふざけ人さんね、もしよかったらあの写真を動画にした作品をあのツイッターに上げたんで、もしよかったら見てください。昨日撮ったやつあのツイッターに上げてるんで、いやもしいいなと思ったらいいねボタンかリツイートしてくれると嬉しいですね。あの音楽付きでアップロードしてるんで、トップページ俺のツイッターのトップに、うん、あ見てきて1分ぐらいの動画だから、1分ぐらいのやつ、それが昨日撮ったやつかな、昨日朝方撮ったやつ。よかった、うん、はいおかえり笑い男お疲れ。はいはい風船ありがとう、うん、いいねありがとう、いいねありがとう、ありがとうありがとう。バーガーありがとう、バーガーありがとう、ありがとうございます。いいね、あざーす、あざまーす、うん、あーそうだよ、タムタム見舞いで何食いたいか決まった？なんかあれでしょ、病院食あんまうまいもんないんでしょ。なんかあの東京でこれ食べたいっていうのあったら言ってね、買ってくから。うん、あーありがとうありがとう、ツイッターフォローありがとう、ありがとうね、うん、バカ。あ、美味しいんだ病院の飯って。俺ガキの頃入院してた時クソまずかったんだよね。あ、今美味しいんだ病院のご飯。じゃあまあまあなんかお菓子かなんかがいいかな。なんか俺ほら作法がわかんねえから見舞いとか行かねえから なんか誰か大人な人教えてね、大人なリスナーさん。俺生まれて初めてのお見舞いかもしんないから、なんか吉野家の牛丼とか買ってったらかわいそうじゃん。さすがにお前30過ぎて見舞いで牛丼はねえだろうってなるから、なんか雑誌とかなんか本とかさ欲しいとか、留置所みたいになってきたな。留置所の経験だったらわかるんだけど、ほら病院で何が欲しいとか何に困ってるとかわかんねえから、たまたまなんか欲しいもんとかあったら本当言って、
差し入れ東京で買って前の日とかにそのまま持ってくから、なんかある？まあ今の時代ネットがあるから暇潰せるからな。なんかもしかしたら病室電波ないとかあるのかもしれないし、なんか欲しいもんある？うん、なんでうちのリスナーこういう人ばっかりなんだろうな。サインとかいらないでしょ、別に繋がってるんだから、うん、会いに行く方が価値があるでしょ。なんでサインが欲しいんだよ。いや、うなぎパイ、だからこの前もらったよ、ほら、捨て頃の帰りに。違う、そうね、うなぎパイじゃない、たむたむ静岡の人だから、静岡名産だから、静岡に俺が行くんだよ。俺の帰りのお土産の話してんじゃねえよ。俺が帰りに買って帰るお土産じゃねえから。ラスクとかあんのかな？東京の土産って何がいいんだろう。ボケた、アスペにボケは厳しいよ、それ。ラスクとかね、なんかオシャンティーな、なんか伊勢丹かなんかで買ってくか、うん、何がいいんだろうね。なんかアレルギーとか持ってない、食えないのとかあるんじゃないの。焼きティラミス、何それ。焼きティラミスガトーフェスタハラダ、焼きティラミス、何これ、うまそう、おしゃれ。え、何、焼きティラミスうまそう。焼きティラミスうまそうなんだけど、え、これどこで売ってる焼きティラミス。これにしようよ。え、焼きティラミスめっちゃうまそうなんだけど、ナイスだね。あ、じゃあミースケプレゼンツでミースケおすすめの焼きティラミスをタムタムに届けようか。そしたらさ、ほら、ミースケうまかったよってここでネタになるから、これにしようよ。これでいい？お土産ね、うまそうだよね。うん、じゃあミースケプレゼンツの焼きティラミスを俺買っていくよ。うん、いいね、いいね。ルミネ新宿店だって。あ、じゃあこれ買っていく焼きティラミス。うん、ねえ、ちょっとさ多めに買っていくからさ、なんかあれ、病院の先生とかにも甘いものいいよね。ちょっと多めに買っていくからさ、病室の人とかに1個ずつとかさ、看護婦さんとかにあげなよ。ちょっと多めに持ってくよ、俺。焼きティラミスにしよう。うん、ちょっと多めに買ってくよ。うん、そうしよう、これがいいね。うん、じゃあこれを手土産、ミースケプレゼンツ焼きティラミス。大体ね、女の人がね、うまいっていうのは本当にうまいから、女の人スイーツ好きだから、これ行こう、焼きティラミス。うん、うん、そうだね。あれ、タムタム食えないのとかある？なんかアレルギーとか。うん、へえ。あ、 NG なんだ。そっかそっか。うん、じゃあなんかタムタムが食う分でいいか。タムタムが食う分ね、うん、俺も食いたいから、ちょっとあれだわ、俺もその場で開封させて1個もらうわ。土産じゃねえのかっていうね。俺も食いたいから頼むね、そこ。いや、ていうか俺新宿だからいつでも食えんじゃん、これ。うん、新宿だからいつでも食えるじゃん。うん、あ、大丈夫。じゃあ焼きティラミス開封枠、開封枠やろうよ。開封枠、カメラ回していい？タムタム、カメラ。うん、ありがとう、ありがとう、たこ焼きありがとう。え、たむたむ YouTube にさ、 YouTube にさ、あれしない？開封枠やろうよ、開封枠やろうぜ。病院のベンチで撮影しようぜ、はいどうもーっつって。そういう、お前見舞いに行ったんじゃねえのかよっていうね。そしたら面白いじゃん。今日ミースケから、ミースケ、リスナーのミースケおすすめのティラミス開封しますって言って、静岡にいることは一切触れないで普通にやろうぜ。うん、うん、ね、よっしゃやろう、楽しみになってきたな。捨て頃以降だから半年ぶりぐらいか、タムタムと会うの。だから静岡のリスナーさんもいたら会いたいよね。
静岡でリアトツ町やろ。静岡って環状線あるの？静岡なんか山手線一周みたいなのあんのかな。静岡って環状線あんの？静岡マスク？マスク？マスクが必要なの？何？無菌室とかなの？ないか。静岡でなんかあればな。一本か。静岡一本か。ああ、オッケーオッケー。顔 NG ね。はいはいはい。じゃあ、タムタム用のマスクを買うのね。オッケーオッケー。オッケーオッケー。オッケー、わかった。何買おうかな。リスナーさん用のマスクね。オッケーオッケー。顔全部隠すマスク、それとも横山緑マスクでいい？じゃあ横山緑マスクドンキホーテ買ってけばいい、そうしようか。横山緑マスク、あれはもう配信会御用達。顔隠すにはあれが一番いいからね。あれドン・キホーテどこでも売ってるから楽なんだよね。あれ楽なんだよ。っていうか充電なかなかされねえな。充電がなかなかされない。いや、あれ結構わかんないよ。あれわかんない。え？手作り？あれはね、持ってくと割れたりすると思う。俺が荷物多いから、配信機材だから、ちょっとね、手作りのマスク無理だね。布製が一番いい。汎用性が高い。あれはね、割れちゃう。粘土だから。まだ完成してない。あと俺の顔にフィットさせるから多分サイズが合わないと思う。たむたむ顔小さいから。腹減ったな。俺なんか食ったっけ？なんか食ったっけ？カメラの充電はどんな感じだ？今日もね、撮影今から行こうと思ってるんですよ。いいねいいね。静岡リスナーね、何人かお見舞い終わったら駅前かなんかでリアトツ待ちして、なんか俺もやろう静岡で。今月はプラプラしよう。ちょっとね、統合フェス終わってお見舞い行ったら予定はフリーだから。今月は静岡ってどこら辺にあんだ。静岡上がるよ、大丈夫だよ。大丈夫。違うんだよ、手術が次の日なんだよ、たむたむ。そうだから手術前に行こうと思って。そう、本当はね、もっと早く行きたかったんだけど、統合フェスの前の日とかにだとダメだから。富士山近いじゃん。富士山と、あ、ご、そうなん、いや違うの、あのね、手術重なってるんだよ。そう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 、だからね、次の日手術なんだよ。そう、富士山が撮れるようなところ行きたいな。あ、御殿場ってあれか、箱根の方なんだ。ダメじゃん、御殿場止まりダメじゃん。静岡駅だよね。ちょっと待って、夜行バスもう一回調べるわ。や、新宿、静岡駅夜行バスと。御殿場違うじゃん。静岡市でいいのかな。あ、でも2000円で行けるわ、安っ。いいね。しかも2時間ぐらいじゃん。朝7時に出て、あ違うわ、あでも3時間か、余裕だよ。アプリでゲームやってたらすぐじゃん。余裕だよ余裕。早い早い、3時間ぐらいだったら車乗ってたらすぐだもん。安いね、
近いよな。俺だってさ、沖縄行った時1万円ぐらいで行けたのびっくりしたもん。なんか俺のイメージって沖縄行くのに3万とかかかるイメージだったの。今すごいよね、格安航空ね。あれはすごい。なんかね、プラッとね、あ、今日静岡行こうとか、写真撮りに行くからさ、最近カメラっていう理由があるから、いろんなね、日本中ね、こう行きたいな、うん、日本中写真とか動画撮って遊びたい。楽しいね。さてさて、三発来た。うん、大丈夫だよ。事故ったら事故ったらネタになるから。これが配信能だよね。不幸があったらネタになるっていう発想だから不幸を美味しいと思うさ、この悲しい習性、職業病なんだよ。そう、似合ってしちゃうんだよね。ちょっとなんか火事とかあったりとか、ぼやとか、なんかこう怪我したとか体調悪いとか、うん、そう、免疫じじい。腹減ったな。うん、うん、そう、不幸は美味しいっていう配信の、はいはい、おかえり。あ、そうだ、よっさんの忘年会もあるじゃん、そういえば。なんだかんだね、バタバタしてた1年だったな、今年は。おー、楽しみしてるわ。土産話あんの？オッケーオッケー。うん、俺もあるよ、配信外で話すネタいっぱいいっぱいあるよ。あ、うん、オッケーオッケー、うん、オッケーオッケー。あれ何時、まあいいや、後で見ておくわ。何時から何時、うん、っていうかすげえな、日産の株価大暴落してんじゃん、すげえな腹減ったな。にやかすいたな。じゃあ一回俺まだ、うん、うん、なんかすごいらしいよね、カルロス・ゴーン。脱税しまくってて逮捕されたんでしょ。日本で脱税で10億で逮捕された前例なくない？こんな大規模なやつすごいよね。
まあ、外人だからっていうのがあるんだろうな。カルロスも超大型脱税でしょ。超大型脱税すごいよね。なんだろう、めちゃめちゃどんどんしてる。まあだから自民党って感じだよね。ああそうなんだ。まあまあまあ、なんかこうね、やることやるけどやりたい放題な自民党実行力がない民主党っていう感じ。あの結局なんか総理大臣入れ替えまくって、なんか記念総理やりまくった民主党みたいな。なんかだからいい、なんか政治どこに入れてもどうしようもないっていうね。で、あの志と言ってることはまともなんだけれども、あの中国ひもつき共産党とかさ、なんか本当にかわいそうな国家だよな。まともな政権がないっていう、まともな政権が一つもないって。しょうがねえよな。腹減ったな。はい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 、了解。また明日ね。おやすみ。ゆっくり休んで。おやすみ。俺も一回飯休憩入れようかな。飯休憩。ご飯休憩したいな。で、終わったらちょっと写真撮りに行く。また夜の部が始まるから、ちょっと天気見よう。外出よう。天気見ます。今日雲出てくれないかな。あ、星が今日いいけどピーカンだ。くっそ、雲が出てこねえ。なんかな。お、アイテムちょうだい。ケーキ漬けに、バカザイス、バカザイス、バカありがとう、バカありがとうございます。アイテム大歓迎だよ俺は。囲ってね、囲って。あれよとこう、ありがとう。笑いよとこ、ありがとう。サンキュー。いいね、ありがとう。サンキュー。バカ5個ありがとう。ありがとう。ハートありがとう。サンキュー、ありがとう。4点セットありがとう。バカありがとう。はい、ありがとう。万歳。ありがとう。あら、何食おっかな。BB 万歳。
やべえ、マジで腹減った。グー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 お腹いってるよ。グーグー言っとる。じゃあ皆さんお疲れ様です。僕一旦休憩取ってご飯食べたりしてまたやるんで、はいはいスナック開放いってらっしゃい。じゃあお疲れ様です。ありがとうございました。おつおつ。